ノヘジの一ノヘジ戦争は、合図戦争の戦いの一つである。奥越列藩同盟側の森岡藩は9月20日に、新政府に降伏し、22日に新政府に降伏が、受け入れられていた。だが、翌23日、新政府側の広崎藩を呼び、黒い藩の連合軍がノヘジへ進行。交戦の結果、森岡、八藩連合軍が、広崎、 黒い藩連合軍を撃退して、戦闘は1日で終了し、新政府からは、両藩の死闘として処理された。広崎藩はこの他にも数の軍濁川にも、放火のために出兵を行っており、本格的な進行ではなく、実績作りのための放火活動であると言われる。戦争と言われているが、実際は小規模な局地戦であった。 広崎藩は7月13日の段階で、奥越列藩同盟脱退を藩内に通知し、15日に、久保田藩に続き、同盟を脱退していた。その際、仙台藩からの死者を殺害したために両内が、戦場となった、久保田藩の失敗は踏襲しなかった。その上、脱退以降も、列藩同盟とは、公然と敵対しないよう弁解を用意し、 中立の立場に自らを置いた。実際には新政府側への支援として、久保田藩に出兵していたが、そのことを8月14日に、森岡藩、ニット伝蔵に質問されるも、事実無根と否定した。一方で、列藩同盟側の省内藩へも延兵し、広崎藩へは攻め込まないよう森岡藩に対して、依頼をさせることに成功した。7月16日には、 深浦港に停泊していた省内藩の船を、金奈ゴ五郎ら大内部隊の直属兵士と、久保田藩士が接収する事件が起きた。これは、広崎藩からの援軍要請を受けて、省内藩が派遣した船で、200丁の新式銃を積んでいたが、広崎藩は受け取りを拒んで通報したものであった。統制日記によると接収された200丁の新式銃のうち100丁は、 久保田藩に、残りは、本上藩や新上藩、亀田藩に分配したとある。ここで、森岡藩としては、自らの掴んでいる、久保田藩への援助疑惑と、列藩同盟側に味方していること、一方では、約束を違えて、久保田藩に出兵していることといった矛盾と、直面することになって困惑する。広崎藩の誠意を疑って攻め入るべきという意見も、 目付の高さ一らから上がったが、出兵は見送られ、当面は、秋田方面への進行に専念することになった。その結果、森岡藩を含む、列藩同盟側は、久保田藩の大館城へと迫り、陥落目前となった。すると、大館城の城代の佐竹義順は追加の、救援要請を、広崎藩へ送った。参謀、醍醐忠政は、 森岡寮への出兵を促したが、弘前藩は、秋田での列藩同盟軍の優位を見て出兵せず、大館城は陥落した。出兵こそなかったが、大館工場戦直前、弘前藩は、久保田藩に対して、鉄砲百丁と弾薬1万発を援助していた。また、大館城工場戦には、弘前藩の一部隊も参加しており、池内村周辺に布陣していた。 だが、大立城が南部藩によって攻略されると、広崎藩は部隊を撤退させるとともに、藩境の久保田藩領神場村に部隊を駐留させた。その後、9月に入って、東北各地で新政府軍が優勢になると、大立城奪還を起とする新政府軍へと使者を送り、兵備がようやく整ったので、兵を派遣したいと三軍の意を伝えた。こうして、 広崎藩は、公然と新政府に兵を提出したものの、これらの経緯からより旗色を明確にする必要があり、そのための軍事行動が必要だった。また、広崎藩の秋田戦争への参加態度は、大内武装参謀である、田村犬井田左衛門らから、日和見であると見られかねない状況でもあった。当時の野兵士は、盛岡藩の西回り航路の拠点であり、港には、 大阪からの戦国戦が連日寄港していた。森岡藩側は、海産物、大豆、銅を輸出し、大阪からの物資が運び込まれている、軍事上の要衝でもあった。森岡領は直接の戦果を受けていないこともあり、野辺寺は、数野からの銅の輸送が減少したこと以外は、母親戦争の影響を受けていなかった。9月10日、その野辺寺が新政府軍佐賀藩の藩士、 中村倉之助の指揮する久保田藩の軍艦、春陽丸によって砲撃される。中村が、この時期、突然森岡領のヘジを攻撃した理由は、久保田藩の命令の他に、7月15日の同盟脱退以来、一向に森岡藩を攻めようとはしない、広崎藩への自意行為との見方もされている。この春陽丸の砲撃は60発に及んだが、人的な被害はなく、 逆に、野辺寺砲台からの森岡藩の砲撃で、春陽丸は被弾。穂綱を断ち切られて、春陽丸は、久保田藩へと引き上げていった。広崎藩の同盟脱退時から、森岡藩は、攻撃を危惧し、7月16日の時点で、過労、土地内余兵を軍事総督として、八戸藩からの二小隊を含む400名の備えを、津軽国境に置いていた。だが、 広前藩の森岡藩への動きは9月入っても起こらず、そのうち9月12日には同盟の名手である仙台藩が降伏を申し入れ15日に受託されたことから森岡藩も軽戦の理由を失って20日に新政府軍へ降伏。22日に受理されて森岡藩の母親戦争は形式的には終結した。9月23日未明。 小港に駐屯していた広崎、黒井藩兵180名が3体に分かれて、行動を開始する。そのうち60名が、藩境にある、森岡領の野辺カド村に侵入し、一斉に放火を開始した。たちまち、ド村の全戸、民家64個と、G に1件に火が燃え上がり、今日疲れた森岡、八戸藩の守備兵は逃走する。しかし、あまりの猛火は、 広崎、黒井藩側にとっても、弊害となり、深夜の行動にもかかわらず燃え盛る炎に、部隊の所在が明らかにされ、森岡藩の野辺地守備の根拠地である、野辺地軍事局への道も閉ざされ、大回りして向かわねばならなかった。一方で、森岡、八戸藩の軍事行動の責任者である総督、土地内与兵は、迎撃事態に反対し、六正隊と共に、 後方へと退いていた。その動きに常時、広崎、黒井藩は、困難なとかも果たして、野辺寺軍事局まで、あと250メートルの位置に接近。野辺寺制圧が目前となったところで、駆けつけた森岡藩畑西路の七個体の襲撃を受けた。折しも日の出の時刻であり、西から攻めて、逆行となった広崎。 黒井藩は視界を塞がれ、一方的な射撃を受けて、回覧状態となり、隊長の小島左近、反対司令士、谷口英吉が戦死。広崎藩は撤退し、野辺寺戦争は終結した。なお、広崎、黒井藩側の戦死者にはいくつか説があり、広崎藩の戦死略歴では29名とあるものの、通説では、 野辺じ町に残る墓碑に刻まれた名前より27名とするものが多い。青森県立野辺じ高等学校の竹内、郎校長によると、この他に大上官日誌などの資料から重複しないようにまとめたところ、津軽川の戦死者は45名まで膨れ上がると主張している。また、広崎藩川が、 戦死者数を少なくしようとした原因はよくわかっていないが、竹中校長は奥上津列藩同盟から脱退した広崎藩が官軍としての実績作りのため犠牲を少なく見せたかったという事情と、犯罪性が逼迫する中で戦死者の家族に支給する手当を抑えたかったためではないかと推測している。10月2日、森岡藩は津軽に移った。 新政府軍の参謀局から呼び出しを受ける。すでに責任者の森岡藩の過労、土地内洋平は治療に引き上げて不在であったため、ニット別タイトル役の上山守子の2名が出頭した。大内武装参謀である、田村犬井田左衛門は出頭した2名に、武力衝突の歌詞を難喫し、ことの次第では、森岡藩へ向けて出兵すると同活を行った。 ニットベツタエは、自らの支給をもって許されることを願ったが、戦闘の責任者ではないために受け入れられず、本来の責任者の土地内洋平は、森岡の治療にこもってしまったために、森岡藩は、返答に急した。その後、考え直した、田村犬井多左衛門により、支給を剣鶴に及ばずとの沙汰が下るが、その間にも森岡藩目付の赤禅寺部、 左衛門のらが戦闘の隊長を名乗って出頭していた。結局、この戦闘は両藩の死闘という形で決着がつき、それ以上の処分はなかった。一年後の明治二年の十一月六日、戦闘による放火を受けた、マカド村に、広崎藩から二名の死者が来訪した。広崎藩市らは対応した、マカド村に、戦闘は本ではなく、 佐賀藩からの圧迫を受けてやむなく侵攻したが、それだけに、マカド村の村民が気の毒でならない。広崎藩は、償いとして、米30票、材木200石、すだれ1個あたり10枚を支給したいと被害にあった64個、g に一件への賠償を提案した。だが、庄屋の河村六次郎は提調に断り、この手厚い賠償が、我が藩と他藩との前例となると、 久保田藩との戦闘で同様に放火を行った森岡藩にとって高難となる恐れがあるとの理由を述べた。この対応は評判となり争いがあった藩境の村ゆえに藩から恩密が派遣されていたのだという噂が立ったほどであった。ありがとうございます。